ジョッ。さあ今日はですね、契約更改&FA 情報、はい、っていうところを行きたいと思いますけども、 FA ですね。あのちょっとさぞたきチャンネルでもね言っちゃったんですけども、あの横浜のね、あのドラフトを見て梶谷ね FA しないんちゃうかっていうね、だしましたね。しかもジャイアンツにねほぼ決定的かっていうねニュースも出てますし、なんか伊能はねもう巨人入り確定みたいなね、近日中に発表っていう、ちょっと日刊スポーツでもうね、なんか滝に打たれてるやつがね出てますけど、あの伊能梶谷ジャイアンツ入りっていうね、まあやはりお金いっぱいくれるっすからね、やっぱ現役時代稼いとかないと、やっぱ引退してからもう仕事とかねもうそんなに簡単にあるわけでもないですし、どっかのねところで言いましたけども、東京のねテレビラジオ新聞に所属してる解説者で僕より年下6年経つのに誰もいないっていうね、赤星と2人で一番年下をやってるっていうね、だから単発でいる人たちはいるんですけど、あの専属っていう形でねしっかりそこの専属になる人はね年下がいないんですよ。だから今年引退した人でひょっとしたらね年下の人が入ってくるかも分かんないですけども、なかなかね厳しいっていうところで、やっぱりプロ野球選手の時に一生分のとこを稼ぐっていうことになると、FA 取って巨人に行くっていうのはね、お金の面で言ったらあの最高の選択だったのかなっていうところはありますけども、あとはですねヤクルト小川ねどうなるのかっていうね、まだね石山山田はね残留しましたけども、この小川がねどうなるのかで、まあ巨人がね伊能と梶谷両方取ったら小川巨人はない、だから日本ハムがね小川にアプローチかけてるっていうところで、まあ日本ハムはね基本 FA を取りに行かないっていうね球団で、過去取ったの稲葉さんだけですかね。稲葉さんがヤクルトから FA してメジャー挑戦しようとして声かからないで戻ってきて日本ハムに入ったっていうねあのことがありますけども、それ以来ねあの FA 戦線に参加してないんで、小川がね日本ハムっていう、これもねもし行ったらですけどね、どうなるか分かんない、まだヤクルト残留するかも分かんないし何の情報も知らないです、はい、どうなるか分かんないですけども、まあ、仮に日本ハム行ったら、だからこういうところもねあの最近パリーグが強くなってる傾向かも分かんないですね。だって FA でパカラセはいっぱいあったっす、小笠原さんとかねガッツさんとかね、これパカラセっていうのあったっすけど、セからパってなかなかないんですよ歴史上。それが、まあ、内川もそうですね。だから稲葉さんはメジャー行ってからのっていうんで、ちょっとね王道の流れからでないですけど、このもし小川もヤクルトから日本ハムっていう、セからパに FA が流れていくようなことになってくると、ちょっとね時代が変わったなっていうようなねところはありますけど、まあ、小川がねどうなるのかっていう、あとはですねあの沢村ですね、沢村が FA してメジャー挑戦、あとまあ菅野のポスティングもそうですけども、まあちらほらね有原とかも含めてなんかあの球団名上がってますけども、まあどこがね契約するか、もしいい契約ができなかった時に戻ってきて FA なんてね、ロッテに帰ってくる保証もないっていうね、日本だったらもうひょっとして違うとこ行くのかっていうね、まあところもありますけど、まあそういったところがねどうなるのか、あとはやっぱりね最後にやっぱ松永ですね、松永が FA してっていうところでですね、あの松永に関してはですね、まあ、僕も嘘つけないんでね情報を仕入れてます、でも言えないんです、知ってんですけど、あの言えない情報があるっていうね、でもいろんな話を聞くと松永が FA した経緯、これはねもう仕方ない、誰でもする、この状況だったら誰もする FA っていうところだから、裏切り者でも何もない、あのそういう話なんだ、じゃあするねっていうね、ところでの FA 宣言です。だからあの、まあ、何が起きたかねちょっと僕の口からは言えないですけども、でもだから残留もありえるですね、まあ、話の流れで言うと、あの FA してで今ロッテはねあの宣言残留も認めてるんで、宣言したけど残留っていうのももちろんあるっていうところだけね、あの言っておきましょう。でもひょっとしたら他の十字球団に行く可能性もある、でも何が起きたかは言えないですけども、その話を聞いて FA そらするねっていうね、あとはもう想像してください。あとはまあロッテで言うとね、あの唐川と清田そして荻野があの FA するかしないかっていうところでね、盛り上がってましたけど、結局ね FA しないであの残留っていうところになりましたけどね、まあ、これはね正直あの FA すると思わなかったですね最初から。でそれまあなんでかっていうと、まあ、唐川の場合は、まあ、成田高校地元からドラフト1位で千葉ロッテに入って、でねロッテは成田後援会もありますし、その成田市をね全面的にマリーンズを応援してる、でそこの地元っていうね、で唐川が、まあ、メジャー挑戦の
FA だったらありえるかなと思いましたけど、国内の中で11球団含めた FA に行くのは正直最初からねないなと思ってましたね。でも仮にもし神奈川が11球団の FA して11球団どっかのチームに移籍したらロッテやばいなっていうねっていうところは思いました。そんな状況あるのに出ていくって何が起きてるんやっていうねところはありましたけど、これ軽くはね出ていかないと思いましたね。でね、荻野と清田も正直出ていかないと思いましたね。あの FA を使った契約の交渉をいい方に進めるっていうようなね多分手じゃないのかなと思ってましたけど、まあ結局ねあの FA しませんでしたけど、まあこれなんで起きるかっていうと、やっぱ昨年のね福田野手でいうと美馬福田の FA が結構あの生え抜きの選手たちに影響してるんじゃないのかなと思いますね。 FA で来てでまあ結果出せなかったと、でも1億円以上の年俸を推定でですけどもそれをもらってると、で生え抜きの人たちがいると、自分らは FA で来た人たちよりもいい結果残してますよと、同じようなお金くださいよと、同じような契約にしてくださいよと、そうおかしいんじゃないですかっていうね生え抜きの人たちの気持ちもわからんでもない。だからここがね FA で来る人と中でいる人たちのそのバランスが保てなくなるとこういうことが起こりやすくなるっていうところでね、それをその FA っていうところを使った自分の契約の内容っていうのを良くしていこうっていう多分作戦だったんじゃないのかなと思いますけど、これもやはりねまあ美馬はね今年来てロッテでねしっかり活躍したんで、まあそこでねまあ落としどころとしては選手たちもね生え抜きの納得するところはありますけども、まあ福田はねまあ怪我しながら数字的にねいいものが出せなかったっていうところでね、そうやって思うのはやっぱり仕方ないね、これはまあ誰でも思うっていうところで、その選手たちっていうのはそれを取って交渉に臨んだんじゃないのかなとまあ推測しますね。あとはもうチェンですね、チェンウェイン阪神入団決定的っていうね、もう決定なのかなっていうところもありましたけども、だからもうあの多分日本は視野に入れてたんでしょうね。でまあ多分どこでもよかったんでしょうね、とりあえず日本に行ってあの投げれることを証明して高く売るっていうね、だからもうロッテはホップステップジャンプのホップに疲れたですね。とりあえずロッテに入ってもう安くてもいいですみたいな、もう入りますってはい投げれますどうですかってで高く売るっていうね、チェンとしてはもう最高にいい踏み台にねロッテをしたなっていうところもありますし、ビジネスチャンスをねしっかり掴んで、まあ、早かったですね、まあ、代理人の動きも早かったんでしょうけど、まあ、阪神入団っていうところも行きましたから、なんかシュッとね望みのように過ぎていったなっていうね、まあ、これがやはりね外国人選手、やはり日本でねやっぱりその人を稼ぎもしようっていうところでビジネスと捉えた、まあ、移籍だったなっていうところでうまいなとはね思いましたね、そのビジネス感覚で言うと。でもまあねロッテはしてやられた感がねまああったかなと思いましたけども、まあそういったところですね、まあこの今の状況の、まあ、FA 契約の中での流れはね、まあここからまたね12月中旬以降オフになるのもね遅かったんで、まだここからいろんな情報が出てきますけども、そう出るたびにね、まあ、語っていこうかなと思います。あと言い忘れてたっす、ヤクルトがね内川をね取って背番号7かなもう入団、決定っていうところでねセリーグの野球になって、まあ、どうなるのかっていうところですけども、解説者のね方二軍戦を結構見た方がですね言ってたのがまあやっぱ遅い球とか変化球を合わせるのはめちゃくちゃ今もうまいらしいんですよね。でもやっぱりちょっと速くなると差し込まれたりするところは結構あったよみたいなね話をしてる方もいたんで、そうなるとやっぱそのヤクルトに入って、まあ、セ・リーグっていうところの方が本人ね活躍しやすい土壌にあるのかなと。どっちかっていうとね変化球多かったりとか低めにね丁寧に投げていくっていうのが、まあ、セ・リーグの野球の特徴なんで、そういったところでは、まあ、内川もねパ・リーグっていうよりもセ・リーグに入った方が多分その話がね事実だったとすると、まあ、僕は試合見てないんで分かんないですけど、まあ、事実だったとすると、まあ、そういう流れなのかな、だからセ・リーグで探してるのかなっていうねところはありましたけども、まあ、ここで決まってねヤクルトっていうところで、まあ、もう一花ね咲かせられるっていうところでは本人もね良かったと思いますし、ヤクルトはねまあ、若干まあ今年も最下位でね低迷してたところもあるんで、まあ代打陣のね層を厚くしたりとか、あとは村上サードでファースト内川っていうところもねまあ十分考えられるところもありますし、まあ打線でねまあピッチャーにがちょっとねバタ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 してるんで、打線で一気にね勢い上げてまあ去年おととしの西武のように打ち勝っていく野球っていうのをね体現するためにはまあ内川のね力も必要になってくると思いますし、非常にいいチームをね選んだんじゃないのかなと思いますし、まあ来年はねまあ僕は日本放送の解説もしますから神宮球場にねよく行きますし、うちのねヤクルトでの活躍を楽しみにね
見ていきたいと思いますし、まあもう一つね、ここで頑張ってどうやまだ俺はいけるんやぞっていうところのね、強い思いっていうのをね、見せてもらいたいと思います。うち頑張って。さあということで終わりです。ありがとうございました。